んばんは、今回の映像は、直前にですね、衆議院総選挙に向けて経済政策の論点をまとめたもの4つ挙げますよと言って、今2つ消費税引き上げと、あとプライマリーバランス健全化先送りに関する論点をちょっとほんのざっくりと整理したものを挙げたんですが、このあと、原発再稼働と、あと社会保険料に関するものも挙げようと思っているんですが、その前にですね、そもそももう少し10代の学生の皆さん、政策論なりその先にある政治っていうものに、つまりリアルなものに、関心を持ちましょうという話をこの映像でしたいなというふうに思いました。で、今まで中等教育において政治とか政治経済っていうのはどういう扱われ方をしてきたかというと、原則としてですね、特に経済は動きが早いと、で政治に関しては思惑が入り乱れていて複雑すぎて理解できないと、まあどちらにしろ動きが早いとか思惑が複雑なので、子供たちに学ばせる、あるいは認識させるには時期尚早であるという語り方をよくしてきたわけなんです。で、SNS が出てくる前の時代、あるいは僕がですね、あの10代の頃っていうのはどういう状況だったかっていうと、メールすらありませんでした。で、およそ20年前の話ですけれども、その頃はまだ信じられないと思いますけれども、 HTML でもですね CSS を使ってたホームページを生成してませんでしたし、本当にインラインフレームだけで区切ったようなものが出てきて、ようやくメールでのやり取りが始まったぐらいの時期だったんですね。 ですから、まあ、基本的には通信手段っていうのは電話ぐらいしかないですし、そのニュースフィードなんかも全然ありませんし、サイトもないですし、そういう状況だったわけです。で、マスメディアと呼ばれるものはテレビ、ラジオがありましたけれども、もう今10代の皆さんよくご存知の通り、基本的にいろんな思惑が入りすぎていて信用ならんなというように思っている学生の皆さんの方が圧倒的に多いと思います。で、そうした状況の前提で語られていたのが今の複雑すぎて判断できないっていう状況だったんです。ですが今 SNS を、少なくとも YouTube をご覧になっていただいている皆さんは見ない、使ってないっていう方はほとんどいないと思うんですね。まあ、具体的には4つぐらいあると思います。 Instagram、Facebook、LINE、Twitter あたりですね。で、Instagram はまあいいでしょう。で、Facebook は表向きの報告をするような場合として使っている方が多いですね。で、LINE は井戸端会議ですね。で、大事なのはやっぱり Twitter だと思います。まあ、日本では僕は最近の Twitter あんまり好きじゃないというか、かなり嫌いになってしまったんですが、で、また2チャンネルの延長で使っている人が多いので、日本人の利用人口は圧倒的に多いんですが、ちょっと違いますよね、外国と比べて使い方。で、中東民主革命の時なんかは、あちらでは Twitter はその勢いを、勢力を伸ばしていくために、かなり、駆使されたツールではあったんです。で、皆さんもですね、日頃、まあ、日本国内外のその問題とか事件がいろいろ流れてくると思います。で、しばらくはいろんな思惑が絡み合って、あれ横槍が飛んできたりしますよね、しょっちゅう Twitter なんかで。その人が飛んできた横槍が正しいものとは限らないわけです。むしろ悪意に満ちたものがたくさんありますね。ですが、しばらく状況を静観していると、だんだんその、裏を取ったり、真実が明らかにされていくことで状況が整理されていって、どうやらこれが正しいんじゃないかっていうのがほぼ自動的に分かるようになるような状況ができてきてるんですね。で、もちろんその、10代の学生の皆さんは別に法学や経済学を中心として社会学に親しんでいるわけではありませんし、高度な議論分析する力もないですが、ただ大体こっちの方がまだマシなんじゃないかとかベターなんじゃないかっていう判断は、その自分で情報をその入れていこう、あるいはちゃんと追っていこうっていう意思があれば結構わかるようにはなっているわけなんですよね。で、つい
最近ですね、18歳選挙権運動っていうのがあって、で18歳から選挙権っていうのが認められるようになりました。高3生の中には、選挙権を持っている子たちもたくさんいると思います。で、まあ、ぜひ投票してほしいなというふうに思うところはあるんですが、まあ、こういうことを言ってるのは僕だけではありませんで、The Elders というそのかつて世界の指導者だった、例えばコフィアナンや、ジミー・カーター、まあ、コフィアナンは、国連の事務総長ですよね、元で、ジミー・カーターはアメリカの大統領だった方、といった面々が集まっている、まあ、有識者によるその外交を支援というか、対話をすることで世界平和を実現していこう、特にジミー・カーターなんか対話外交なんて言ってたりしたわけなんですけども、そういう組織があるんです。まあ有識賢人の、集まった場所っていう感じですかね。まあメンバーも 10人いたかな、10人前後だったと思います。でその中の一人にメアリー・ロビンソンという方がいらっしゃるんです。でこの方はですね、アイルランドの大統領および国連人民高等弁務官を務めていらっしゃった方です。でアイルランド最初の女性の大統領で、同時に最も成功した大統領だとも言われています。まあ、主に人権問題に、取り組んでいらっしゃった方なんですが、この方なんかはまさに今の時代は、これまでは大学教育の場で、政治や経済学や法学というのを学ぶということをやってきたわけなんだけれども、今の時代はもう、それ以前の段階から若い人たちも現実の世界を知るべきなんですということを言っています。まあ、この方がおっしゃる現実の世界っていうのはやっぱり時事問題が中心になると思いますね。で見方を変えるとですね、僕は他の映像で新大学入試と絡む形でリアリティを大事にしましょうと、獲得することを大事にしましょうということを申し上げております。でそのリアリティというのは何かっていうと、現実味、あるいはその実際の経験とか知見を通じて自分の足を動かして見聞きして、それで得た経験、人から聞いたものじゃなくてということが大事で、でその先にあるのがリアリティの獲得なんだということを申し上げてるんですが、たとえ SNS だとしてもですね、その事実関係を知るっていうことは、まあ、リアリティのあるものと言えるわけです。で政治的な判断とか政策論っていうものはその机上の空論ではないんですね。実際に特に社会科学はそうですけども、どんなに精緻な分析、どんなに優れた理論を持って論を展開して結論を出したところで、じゃあ実際に政策に載せた時にですね、それがプラスの効果をポジティブな効果を生まなければ何の意味もないんですね。じゃあそうならないためにはどうしたらいいのかという話になるわけですが、その理論やモデルをいじくり回すことが大事ではなくて、帳尻を合わせることが大事なのではなくて、ちゃんと現実に起きていることがあって、それに理屈やモデルを合わせて、で、ちゃんと現実に沿ったものにしていくということが重要なんです。なのでその真実なり事実を知れば知るほど、正しい、より妥当な認識ができるようになりますし、で場合によっては自分の立場を一度離れたりとか、あるいはその全く違う人の意見を汲み取ったりとか、異質な他者ですね、そういうことが非常に重要になってくるわけです。で今の時代は、まあ、主に SNS を使ってそれがかなりできるようになってきたと言えると思います。ですのでこのメアリー・ロビンソンが言ってることっていうのは決して過激なことでもなければ、皆さんにとっても身近になっているとは思うんですよね。であとはその
いやそれでもちょっとよくわからんなと思った時に、なんとなく取ってつけたような第三者の意見、あれは世の中に流布している意見、まあそのずっと同じことを主張している方、信念を持って主張している方とそうじゃない方って割と区別つくと思うんですね。で特に後者に関しては自分で勉強したりリサーチをかけて、裏を取る、その分析をするっていうことも含めてぜひやってほしいなというように考えています。で、まあ、この COC では経済のクラスとあとマネジメントクラスを設置しています。 法律はまあやろうと思えば憲法や安全保障絡みのところ、国際法あたりはできるんですけども、現状は設置していません。まあそちらの方もどうぞ合わせて授業の方を覗いてみていただきたいなというように思います。まあメアリー・ロビンソンに関してもテッドが一本、あれは僕も拝見したんですけども、地球環境問題っていうものが今の時代は人権問題に直結しているんだということを話している映像になっています。これもねやっぱり地球環境問題っていうとなんか綺麗事のように、まあ、実益に関係ないんじゃないかとか、あるいは当面の自分の損得勘定に関係ないじゃないかというふうに思いがちなことなんですが、すでに差し迫った人権問題になっていると。しかもそれは人々の生活や豊かさっていう実益に直接関わっているものなんだということを語っているものになっていますので、良いケーススタディになると思います。ぜひご覧になってみてください。今回の映像は、政策論なり政治に、自分なりに、関心を持って、そしてざっくりとでいいので理解をしようということをすれば、今の時代であれば、一世代、二世代前、親世代やあるいは学校の先生の世代よりもはるかに、良いものを得られる、良い認識を得られるんですよというお話を差し上げました。